センタープラザセンタープラザセンタープラザは、兵庫県神戸市中央区三宮町にある複合商業施設である。センタープラザとセンタープラザ西てに分かれており、両施設とも三宮センター街に面し、センタープラザは三プラザの西に隣接し、地下部分は三地下など、他の地下街を、また、二階部分は神戸丸井を通じて三宮駅と連結している。歴史的経緯。 地理的要因により、両者の雰囲気はかなり異なる。センタープラザは、センタープラザ西てよりもむしろ、サンプラザと雰囲気は近い。センタープラザは、低層部のファッショングルメ関連の商業ゾーンと7階から18階までのオフィスゾーン。19階は、中国料理の当店クレナイで構成されている。2006年2月5日には、1階部分に、 三宮地区の情報を網羅した三宮インフォーメーションギャラリーが設置された。三宮市ネフェニックスはセンタープラザ東館の6階に存在していた映画館。開業のきっかけは1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災である。この影響により神戸市内にあった映画館の大半は壊滅し営業停止を余儀なくされた。 その中の一つであった神戸国際小区の代替劇場として同年12月23日にオープンした。当初は東映系列の会社が運営し、主に小区、東急系の作品を多く上映していた。しかし1998年4月より OS に経営上とされ、屋形名を OS シネフェニックスとする。それ以降は OS と関わりの深い東方洋画系の作品を メインに上映していたが、109シネマズハット神戸、OS シネマズミント神戸の開業などによる映画館再編に伴い、2000経営上と後は、三宮東映から東映系の作品上映を引き継ぐ一方、ミニシアター向きの作品も多く上映していたが、赤字が続いたことで、3D 映画上映設備の投資が困難になったこともあり2011年5月8日をもって閉館した。 なお、同劇場で使用していた映写機の一つは、福島県の白川市文化センターに寄贈された。運営会社の都章寺ホールディングスは、同劇場閉館後、フェニックスプロジェクトを立ち上げ、閉館2ヶ月前に発生した、東日本大震災の使用被災地となった東北地方を中心に、ボランティア上映活動を行っている。座席数、センタープラザ西立は近年、 アニメ漫画ゲーム関係の店舗が多く入居しており、いわゆるオタク街の一つとして認識されているが、オタク街といっても、秋葉原や日本橋のように街全体にオタク系の店が散らばっているわけではなく、一つの建築物にそれらの店舗が集積している形態のオタク街であり、形態としては中野ブロードウェイに近い。とはいえ、そういった関連の店舗はほぼ2階と3階に集中しており、 地下1階と1階には飲食店やブティックなどの一般的な店が並んでいる。なお、一部の店舗はセンタープラザに入居している。地下にはセンタープラザ西建ができる以前に当地にあった公設市場、三宮市場を引き継いだ元公設三宮市場が入居していた。一時期、地元家電量販店の静電車の本社が上層階に入居していた時期もあった。なお、 センタープラザ西館に、同館とサンプラザセンタープラザ館の4階と5階に、それぞれ一致して、相互接続している駐車場の入り口がある。地上とはエレベーターで入り出場する仕組みとなっている。センタープラザセンタープラザ、西岳美港センタープラザとセンタープラザ西立は、地下一層と地上四層が連結する。三の宮ネフェニックスが5月閉館。神戸新聞。 2011年5月9日閲覧、阪神大震災、復興の映写機が白川へ、白川シネマパラダイス、2011年11月15日閲覧、ありがとうございます。